おはようございます。10月11日1時9分ということでね、今から旅に出たいと思います。はい、急ではございますかね、ふと思ったんで行きたいと思います。荷物はこんな感じですね。はい、テントだけです。テントだけ。はい、寝るものと衣服ぐらいですかね。はい、クッカーとか持ってかないっす。はい、ということで出発します。はい、お疲れ様です。ということで、14時48分、3時でございます。大体ですね。はい、ということで、私今蔵王にいます。はい、はい、見てください、こんな感じになっております。荷物はこんな感じです。ということでね、今からですね、ちょっと新潟に向かいたいと思います。着く頃には6時。もうあれだ、日落ちてるな。本当ね、猪苗代湖で一泊しようかなと思ってたんですけど、まあちょっとめんどくせえから新潟行っちゃおうかなって前行けなかったんですよね。その山形までツーリング行った時で行けなかったんで、ちょ今回新潟に行きたいなと思って、ちょっと行きたいと思います。はい、だいたいね、6時か3時間ぐらい。はい、めんどくせえな、とりあえず行くか。はい、いやー、いいっすね、峠久しぶりに走っております。おー、やはりね、バイク旅って出る前は億劫なんですけどね。なかなかね、一歩を踏み出さないんですけど、出ちゃえばなんやかんや言うて楽しいよね。いやー、気持ちいいな。これからもどんどん寒くなるんだろうな、嫌だな。残り2時間45分で、到着ということで、どうせ休憩を挟むのでね、3時間オーバーかな。はい。まあ最近 Google の精度ね、かなり良くなってですね、時間かなりあれです、精度高いです。はい、私あの Uber Eats でよく Google マップ使ってますけども、ほんと時間通りに着くような感じですね。はい、ただまあ休憩なしで行けばの話なんですけどね、この2時間45分もなので、なんやかん言って3時間オーバーだろうね。今はねまだ体力あるんですけど、ちょっと後半につれてね、あの休みがちになるんですね、毎回のことながら。なんやかんや疲れちゃうからね。まあしかしあれだな、結構バイク走ってますね。いや、結構下山すればね、あったけえわ。めちゃくちゃ気持ちいい。ちょっと標高高いとね、やっぱ寒いっすね。見てください、太陽が眩しいね。やべえ。これあれじゃん、高速道路やんけ。いやー、高速道路かこれ。いや、高速道路だなこれ。うわー、マジでこれちょっとね、まずいね。ここはね、125通れねえんだわ。やっべ、どうにかしねえと。はい、125の辛いところですね。はい。いや、これどうやったらね、これね、無料の高速道路もオフっていう機能があればいいですけど。Google さん、畜生。秋田市行っちゃうんだよね、このままだとね。ちょっとですね、もうどうしよう、マジで。U ターンすることになっちゃうから、ちょっと系図電気調べましょう。はい、ですね、まあ多分ですけど、南陽市ですね、南陽市の市内ですね、橋に行けば多分大丈夫な気がします。南陽市の市内に入って、そっから出れば多分高速道路も抜けてなくなるはず。はい、はい、南陽市の市役所でございます。お、へえ、のどかでいいっすね。はい、飯でございます。今何時だ、新潟まであと20キロぐらいでございます。はい、いやー寒いね。
冷えるねこちらね。やっぱ山をね越えてる時が一番冷えるね。はいはい、お疲れ様です。5時59分、もう6時ですね。はい、残り1時間20分ということで、だいぶ人通りがすごいと。これどうすっかな、まっすぐ行って沿岸部走るか、沿岸部から行くか、まっすぐ行って海沿いから行きます。ただね、海沿いだとね車のスピード速いかな。はい、お疲れ様です、新潟の街中一歩手前ぐらいかな、はい、新八田っていうのかな、そこら辺にいます。免許センター前です。はい、いや疲れたな今日マジ寝とこどうすっかな、マジでさ。快活行きてえな。快活でさ荷物下ろして配達行きてキャンプ用品持ってきたけどな、甘えていつか甘えの快活行くか。快活で荷物下ろして、あとのんびりちょっと配達なんていいんじゃない。よーし、決まりだな。お疲れ様です。19時12分ということで、ちょっとですね快活行こうかなと思ったんですけど満杯でした今日土曜日じゃないっすか、マジで最悪だよ。ということでちょっとですね様子見ないといけない感じかな。あ、これこっちいいのかということでね、ちょっと様子見ないといけないんで、うわぁ全然違えやん、逆やん。どうすっかな。とりあえず仙台駅じゃねえ、新潟駅で荷物下ろします。コインランドリーの方、コインランドリーじゃねえ、コインロッカーですね、コインロッカーの方行って荷物を預けます。はい、それからだ、とりあえずはそれから、とりあえず新潟駅まで、行きたいと思います。いや混んでんなということでですね、早速ですね、Uber Eats が鳴りましたね。320円というクソ単価ですけど、まあちょっと楽しみながらちょっとやりますわ。ちょっとね結構楽しいんですよ、未知なる場所の配達はとりあえず頑張ります。まあしかしあれっすね、デリバリーいないっすね、同業者多分あれかな、原付きの同業者が多分いないのかな、多分ですね。まあ雪国なんで、そのまあ冬はね配達できないですからね、はい、もう新潟なんでかなり雪降ると思うんで、宮城のね仙台市内なんて全然降らないんでね、はい、もうほとんどが原付きなんですけど、多分黒ナンバーの人が多いのかな。盛岡もそんな感じだったんですよね、全然見ない。いやちょっと寂しいですね。はいはい、2軒目行きます。2軒目はウォルトでございます。1軒目、いやクラブだったわクラブだったわ、よかったわ。お客様の方が店の方をね出て待ってくださってたんで、すげえ分かりやすかったよかったよかった、ありがたいですね。はい、2軒目も行きます。はい、3軒目ですね。いやーなりますね、ガストになります。660円の案件ですね。まあちょっと頑張っていきましょう。お疲れ様です。10時40分でございます。はい、現在ですね、どこにいるんだこれ、新潟県のあれですね、陸上競技場の近くにいます。はい、めちゃくちゃ遠いとこまで飛ばされました。もう結構疲れましたねあ、なんだこれ、家庭裁判所ですね。左には NHK。 はい、ということでそんな感じで、ちょっと一旦ちょっと駅前に戻ります。疲れました。見てください、信濃川でございます。いやーすっげー綺麗、マジで綺麗。
潟の。いや、マジで本当に綺麗だわ。お疲れ様です。12時20分です。どんだけ配達してんねん俺マジでさ。いやー疲れた。7時くらいから配達したんですけど、5時間くらい配達したぞ。そう、まあいいや、とりあえずエニタイムで30分ランニングします。これから、はい、自分を痛めつけるよ。1時11分でございます。ですね、あのエニタイムでシャワー浴びて、でランニングしようかなと思ったんですけど、あのパンツ持ってるの忘れて、あの下の、ランニングパンツ忘れて、やる気なくなったんでシャワーだけ浴びてですね、シャワーだけ浴びて、ドライヤーかけるところでオーダーが鳴っちゃったんで来ました。はい、今コースはまた海沿いまでぶっ飛ばされたわ。はい、戻る。1時35分です。あの後何件かやりました。疲れた、マジで疲れた。いい感じに疲れが溜まったんで飯を食います。吉野家です。お疲れ様です。ということで、1時52分、もう12時、あ、もうあと2時ですね。もう、いや疲れた。そろそろ改革グッズ行きたいと思います。いやー眠くなってきた、眠くなってきちゃった。ご飯食った後改革です。めちゃくちゃ